こんにちは、しげやまさです。本日は奈良市学園南3丁目の方にございます、再建配置という物件のご紹介させていただきます。今回はですね、大変綺麗に、リノベーションされた、2LDK のお部屋のご紹介となります。まずこちらの、リビングの方からですね、ご説明させていただきます。こちら広さが約 13.6 畳の、リビングとなっておりまして、まあ、ダイニングテーブル、ソファやテレビ十分置いていただけるような広々としたところとなっております。まあ、エアコンや、テレビの方も設置していただけますし、バルコニーに面しておりまして、大変、明るいお部屋となっております。キッチンの方もですね、2口の方で置いていただけるキッチンとなっておりまして、シンクや調理台の方も大変広くなっておりますし、上と下と両方ですね、こちらの方に収納スペースの方がございます。はい、またこちらの方ではですね、給湯器のリモコンございまして、温度変更、また自動湯張り機の追い出し機能の方が、ボタン1つで操作していただけます。またこちらですね、バルコニーがございまして、はい、このように大変広々とした、バルコニーとなっております。はい、またリビングの方にはですね、収納スペースの方がございまして、こちらもクローゼットタイプのものと、なっております。このようにですね、高さも十分ございますし、衣装ケースなど入れていただきましたら、衣類なども収納していただけるようになっております。はい、続きましてこちらの、お部屋なんですけれども、こちらが約5畳ほどの、洋室となっております。まあ、こちらの方もバルコニーに面しておりまして、明るいお部屋となっておりますし、収納もですね、大変充実の方をしております。はい、このような収納スペースとなっておりまして、まあ、こちらも衣装ケースであったりとかですね、こちらに、突っ張り棒などをしていただきましたら、衣類なども十分収納していただけるようになっております。はい、続きましてこちらですね、設備といたしまして、カラーモニターのインターホンがございますので、お顔を確認してお話ししていただけるようになっております。こちらの方がですね、玄関スペースとなっております。はい、こちらの、広さも十分ございますし、下駄箱等もこちらに置いていただけるようになっております。こちらがですね、洗面所となっておりまして、こちらも綺麗にリフォームされておりまして、独立洗面台ですね、シャンプードレッサー付きのものが、ついております。奥の方がですね、お手洗いとなっておりまして、洋式の清潔感のあるお手洗いとなっております。換気窓の方もついております。はい、こちらの方がバスルームですね。バスルームもですね、綺麗になっておりまして、こちらリモコンもリモコンの方もついておりますし、追い焚き自動湯張りついております。換気窓の方もございますので、換気面も安心していただけるようなバスルームとなっております。最後にですね、洋室の方ですね。はい、玄関からもですね、このように、出入りもしていただけますし、もちろんですね、こちらリビングとも繋がってまして、このように仕切れるようにもなっております。はい、こちらの洋室の方がですね、広さが約 4.5 畳ほどの洋室となっております。まあ、こちら寝室としてもお使いいただけますし、お子様部屋としてもお使いいただけるような広さのある洋室となっております。テレビの方もですね、こちら設置していただけるようになっております。はい、まだのお部屋もご紹介させていただきたいんですけれども、詳しい内容は弊社ホームページをご覧ください。また賃貸の先ではご来店予約いただきますと、制約実績の特典ご用意しております。ぜひご来店予約お待ちしております。奈良のもてなし、奈良心、賃貸の先では皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。